加納金介は、日本の政治家、教育者、日本大学常任理事、日本大学副会頭、日本大学第一学園所代理事長、元千葉市長、元参議院議員。1883年藤崎家の三男として、誕生。1898年4月成田中学校に、入学1903年卒業。 1903年国学院大学高等師範部に入学。同年9月転じて日本大学高等師範部に入学1906年卒業。1906年日本大学専門部法律科入学。在学中の1908年11月30日、可能家の長女ゆかと結婚姿勢も可能と改められる。1909年日本大学法学部入学。 1910年9月、千葉県立千葉中学校の教団に立つ。1912年11月法学部に在学のまま日本大学に転職され、時の大学常任理事、石渡俊一氏の片腕として付属中学校の設立に没頭することになる。1913年2月14日、日本大学中学校設立認可となり、 漢字教諭として早々期の学校経営に参画。1915年3月法学部卒業。1924年9月日本大学理工学部の先区である日本大学商工学校を併設し、初代校長となる。1927年、日本大学商業学校初代校長に就任。 日本大学の数期に参画し1928年7月より1933年9月まで日本大学常任理事となる。1946年3月には日本大学第一中学校が財団法人日本第一学園として財団法人日本大学より独立した際、初代理事長となった。1930年3月、当時世田谷揚場にあった東京獣医学校が 獣医司法の改正に伴い専門学校昇格を余儀なくされ経営に急していたところを日本大学が支援することとなる。公明を東京高等獣医学校と改め開校。加納金助氏が理事長に就任する。1949年学生改革によって東京11区産大学として昇格再出発を図り。 さらに1951年に本大学に合併し、脳獣医学部獣医学科の誕生となる。合併については、日本大学理事、加納金介が将来の発展を期してその労を取り合併申請を文部省に提出し、認可を得た。1933年8月9日に、第5代千葉市長に、感染市長として就任し、1934年12月21日まで、 務めた。間に、長井淳一郎を3期挟み、1946年6月8日から、第9代、続けて1947年4月から第10代と、都合3期にわたり、千葉市長を務め、1950年5月19日に、退任した。1950年6月4日に行われた第2回参議院、議員通常選挙において自由党より立候補したはず、当選し、 任期中に、千葉医大において、病気静養中、死亡した。加納は、参議院において、1951年2月26日に、鈴木文志郎の哀悼演説を行っている。加納自身の哀悼演説は、1953年12月7日に、佐藤直岳が言った。加納の死亡により、1954年1月20日に参院。 千葉選挙区補欠選挙が行われ、自由党の井上淑二郎が当選した。日本第一学園二代目理事長の加納博士は子、三代目理事長の加納誠は孫である。ありがとうございます。